はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回もチューハイです。またしても CGC グループの、チューハイ梅。アルコール度数が 8% で、梅酒入りと書いてあります。原材料が梅酒と醸造用アルコールと糖類と酸味料と香料とカラメル色素。こちらも、ですね、以前と同じく製造者が宝酒造株式会社。で、販売者が、株式会社 CGC ジャパンとなっております。それでは飲んでいきましょう。まあ、他の、チューハイとかに比べると、なぜか梅酒入りっていうのはちょっと気になるけどね。梅果汁ではなく梅酒入りと書いてあります。ちょっとそこら辺が金かかってるんじゃないかなと。乾杯。あ、これは美味しいですね。うん、あ、これあれだ、他のあれに比べると梅酒のなんだろう、炭酸割りみたいになってる。梅酒の炭酸水割りみたいな。ああ。程よい甘さと。うん。特にアルコール臭いとかもないし。あ、これ美味しいですね。冬はあれだな。梅酒の季節でもあるな、個人的にはだけど。うん、CGC、チューハイ、梅。あ、これ美味しいですね。まあ、梅酒っていうと大体、長屋の梅酒になりますけど、まあ、やっぱり、あれだよね。梅酒は夏よか、やっぱり、なんか冬の方が個人的には飲みますね。うん。まあ、ストレートで飲んでもいいし、まあ、若干、お湯割りとかにしてもいいし。まあ、夏はソーダ割りとかね。夏はソーダ割りとかでいいな。うん。夏はソーダ割りにしてもいいし、これあれだな。全然美味しいな。いわゆる、長屋の、長屋の、なんだっけ、炭酸割りみたいなのあるじゃん。梅酒の炭酸割りみたいなやつ。これは普通にうまい。うん。普通に梅酒の味だね。うん。梅酒サワー、じゃあ、うん、梅サワー、梅酒の、ね、炭酸割りみたいな。風味がね。ツイッターでですね、このチューハイの梅の、こちらを、10年以上、10年ね、この CGC のチューハイをね、愛飲してる人がいるらしい。うん、下手なジュースより低価格。いつも86円だって。アルコール 8% で辛すぎず甘すぎず、人生まだ諦めてない。安定の品質、宝酒造金星。ね。美味しいって言ってる人もいますね。これ昔はだから 7% だったみたいですね。うん。この、CGC のこのチューハイは昔 7% だったんだけど、最近の、ストロングチューハイがなんか売れてるから 8% になったっていう。ね。
まあ何でもなんか高ければいいみたいな風潮はありますけどね。まあ高くてもまずいやつは買わないからな、個人的には。個人的にはまあ、買わないですね。まずかったら。まあでもこの CGC のね、チューハイは、ほんと確か90円ぐらいだった気がする。税込みで、税込み95円ぐらいちゃうか。わかんない。ちょっと忘れた。確かに安かったという、思い出はあるんですよ。買った時に。うん。まあ、あれだよな。うん。まあ、8% はありがたいですよね。俺みたいなね。飲む人は、8% はありがたい。CGC のチューハイでググると、画像でググると、俺の飲酒動画の画像がいくつか出てくるんだよ。笑えるんだけど。ほとんどあれだろうな。飲んでねえ、誰も飲んでねえんだろうな、これな。ほとんど多分誰も飲んでねえんだよ。だから画像検索すると俺の動画が出てくるっていうね。ちらほら出てくるんですよ。ドマイナーな。そもそも CGC ってこれ、どこの会社なのこれ。あ、東京都。株式会社 CGC ジャパン、東京都の新宿区だって。ひえ。東京都の会社だったの。CGC って、俺、新潟にいた時もなんか、魚六っていうさ、スーパーマーケットがあったんですけど、そこでもう売ってるもん、これね。この CGC グループ。新潟でも普通に売ってるんですよ。うん。割と広い地域で売られてるあれですね。うん。これはうまいですね。梅酒、まあでも梅酒って大体うまいんだよな。まずい梅酒ってあんまないんですよ。まあ、安いさ、2リッターぐらいのさ、ね、梅酒とか売ってるけど、あれ飲んでも大体うまいからな。うん、割と何でもうまいんだよ。梅酒って。へったくそな人間がつけても、自分でつけても大体うまいんだ。うん、ほとんどの場合うまいんですよ。まず。下手な作り方しなければ、まあ、問題なくうまいんだよ。うん、まあでも、やっぱり梅酒って言ったらやっぱ蝶屋の梅酒な。蝶屋ね。蝶屋の梅酒はやっぱり、うまい。で、俺が好きなのはやっぱ蝶屋の紀州ってやつね。緑色のね。緑色の瓶のやつね。あれが一番やっぱうまいなと思う。冬は梅割り、梅でね、お湯割りね。で、この地味にうまいのはこの、梅のさ、実が入ってるんですよ。この実がまたうまいんだよな、これな。これがまたうまいんだわ。この実がまたうまい。実がまたうめんだ、これ。アルコール度数は 14%。うん。
まあ、そんなもんだな。あと、ワンカップ梅酒みたいな、プラキューっていう、ワンカップの日本酒みたいな瓶に入ってる、ワンカップ日本酒みたいな、瓶に入ってる、長屋の梅酒ね。ね、梅の実が2個入ってるっていうね。で、確か200円ぐらいなんですよ、値段が。あれも非常に美味しいですね。まあ、瓶入りなんで、そのまま、湯煎して、湯煎で、ね、あったかくして飲んだりとかね。うまいっすね。うん。あと俺、さらりとした梅酒って、さらりとした梅酒ってやつ、まあ割と美味しいんだけど。まあ大体ね、紙パックのさ、2リッターぐらいのさ、紙パックのさ、梅酒でもうまいんだよ、やっぱ。割と。いろんな、出てるけど。普通に美味しいんだよ。他にもほらサントリーとか、まあいろいろメーカー出してますけど、まあ大体割かし、梅酒は、まあ外れはほぼないでしょまあ自分で作る、ね、まあのもあるけど、まあ自分でさ、梅をつけてね。まあ、俺も今年つけましたけど。今年6月ぐらい、6月、7月ぐらいにつけましたけど、あれはもう、今、ロフトの上にね、もう上げましたけど、ね、まあ、1年後に飲みますけど。まだ結構残ってるんですよ、梅酒。まだね。飲んでない。6年前ぐらいにつけた、何年前だっけ？ 6 年前ぐらいか。もう6年経つんだもんな、すごいな。早いもんだよ。6年前だもんね。スピリタス梅酒とかつけたやつ。ブランデー梅酒とか、あとウイスキー梅酒とかやったやつね。やっぱり一番うまかったのはスピリタスの梅酒でしたね。まあちょっとあれですけどね。スピリタス自体が結構高いんで。1500円とかするんでね。500cc で1500円ぐらいするからな、スピリタス。ちょっと高いけどな。これは今んとこ CGC のチューハイで一番まともにうまいと言えるものですね、これはね。これは、まともに、これは買いですね、これはね。値段も安いし、まあ、梅チューハイ的なね。3334です。ご視聴ありがとうございました。